モンキーフリップサルチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。本日はモンキーフリップロストの店長高橋がおすすめのアイテムを紹介させていただきます。今日紹介するのはこちら、メガネの聖地サバエで作られている職人シリーズ畑中義明、こちらの丸メガネを紹介させていただきます。メガネの聖地である福井県鯖江市にあるとある工場、そこにいらっしゃる金型職人畑中義明さんという方が作っているアイテム、それがこの畑中義明シリーズになるんですけれども、今日紹介するのはこんな感じですね。丸メガネになるんですけれども、こちらの丸メガネ、ちょっとこの厚みで見ていただくと一瞬セルフレームなのかなと思われる方多いと思うんですけれども、実はこれチタンになりますね。これだけ分厚いチタンを板抜きしてですね、それで作り上げているとっても重厚感のあるアイテムになっております。ちょっともうこだわりポイントいろいろあるんですけれども、ここ1枚になってるんですね。なので、これ板抜きをしてここ曲げてますね。ここの手の部分、血の部分ですね、ここ曲げて作っております。さらにこういう鼻の部分もですね、ここちゃんと綺麗に R ができてますんで、これプレスをして形を整えているんじゃないかなと思うんですけれども、1枚のチタンの板を、型をくり抜いて、でプレスして曲げている、そんな感じで作られている職人の技が込められている、そんなアイテムになっております。手の部分もう一回見てもらいたいんですけれども、ここ少しこの力が分散されるように、ここがクッションになっているように、クッションになるように、ここがですね板バネになっていますね。なんでかけた時に顔幅でグッと広がっても、ここが柔らかいのでちょっと当たりがですね強くならなくて済みますね。そんな感じでかなりこだわりにこだわって作られているアイテムになっております。ちなみにこれ、今手に取っている色は黒になるんですが、ちょっと艶消し感のある黒になりますね。ただ逆から見るとちょっと色がガンメタシルバー寄りの色なので、表と裏で色味が違う、そんな変わったカラーリングになっております。でもう一色お店に入荷してまして、こっちもすごくおしゃれなんですが、色がアンティークシルバーですね。ちょっとこのシルバーなんですけれども、こういった部分がですね、ちょっとこのアンティークっぽい、ちょっといぶしてあるような感じの、そういったですね加工をしてありますね。せっかくなんでちょっとかけてみますね。サイズがレンズサイズ45で、ブリッジが23になりますので、丸メガネでは一般的なサイズですね。かけるとこんな感じです。ちょっとこれくらい引きで見ると本当にセルフレームの黒縁丸メガネみたいな、そんなニュアンスがあるんですが、やっぱりよく見るとチタン、メタルの独特な質感といいますか、ちょっとこのアンティークっぽい感じの質感がすごく雰囲気が出てますね。こんな感じですね。こっちがアンティークシルバーですね。こんな感じですね。ちょっとこの本当にアンティーク感が、スチームパンクじゃないですけど、本当に
金属感がすごい出ていて、めちゃくちゃかっこいいですね。黒よりもちょっと顔に馴染むのかな。まあまあ個性的にはなりますけれども、インパクトもあって、この金属感というかシルバー感が出るのがこっちのカラーになりますね。このモデルたまたまお店に入荷しているだけなので、これ売り切れ次第また再入荷あるか本当わからないので、かなりレアになってきてると思いますので、気になる方はぜひお早めにチェックしてみてください。はい、本日はモンキーフリップロソの店長高橋がおすすめのアイテムを紹介させていただきました。チャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。それではまた。 Thank you.